アニメ映画、機動戦士、ガンダムシードフリーダムの約500カット以上がアップデートされた、機動戦士、ガンダムシードフリーダム特別版上映第2弾が、11月1日より、スタートする。これを記念して、オーケストラの壮大な演奏と共に楽しめる、イベント、機動戦士、ガンダムシードフリーダムシネマコンサートがツアーとして、再演することも決定した。第2弾として11月1日から11月14日まで、再び劇場にて上映。特別版上映では、第1弾に続き、エピローグカットが追加され、第1弾とは異なる内容となる。入場者プレゼント第2弾として、11月1日より、報酬50億円&動員300万人、突破記念イラストシート、英語を配布。なお、11月8日からは、新たな入場者プレゼントの配布も予定している。7月6日に、パシフィコ横浜で行われた、機動戦士、ガンダムシードフリーダムシネマコンサートが、ツアーとして、福岡、大阪にて、開催決定。さらに、パシフィコ横浜での再演も決まった。